ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今や科学や技術が発達し、地球上のどこにでも行きやすくなったが、そんな現代でも足を踏み入れられない未踏の地が存在しているんだ。確かによく人類未踏の地、なんて言われる場所ってあるって聞くわ。でも実際にそんな場所、本当にあるのかしら。実は様々な場所にそのような未踏の地は存在していて、そこは多くの謎に包まれているんだぜ。そんな中でも特に注目されているのがカイラス山という場所で、その場所は人類の歴史を深掘りする上でかなり重要な場所と言われているんだ。カイラス山なんて初めて聞いたわね。そこにはどんな謎が隠されているのか、めちゃくちゃ気になってきたよ。マリサ、その人類未踏の地であるカイラス山についてもっと詳しく教えてほしい。よし、じゃあ今回は人類未踏峰のカイラス山に隠された謎の遺物について紹介していこう。それでは今日もゆっくりしていってね。今回のメインテーマとなるカイラス山だが、ここは未踏峰とも呼ばれる場所で知られているんだ。未踏峰って字面的に人類が誰も足を踏み入れたことのない山ってことかな。そうだな。正確には正式な記録の上で人類が登頂に成功したことがない山を指す。そんな場所があることに驚きだわ。どうして未踏峰って誰も登ったことがないのか、何か理由はあるのかな。地理的、政治的、あるいは宗教上の理由など、理由は場所によって様々だ。今回紹介するカイラス山はその未踏峰の代表例とも言える山なんだぜ。このカイラス山ってどこにある山なのかしら。カイラス山はチベット西部に位置する独立峰で、標高は6656メートルとされている。ちなみに富士山の標高は3776メートルのため、カイラス山は富士山の2倍ほどの高さってわけだ。いかにカイラス山が大きいかがわかるわね。このカイラス山にはどんな特徴があるのかな。ここはアジアで最も重要な巡礼航路で、様々な宗教にとっての聖地となっている。また南斜面には万字の文字が浮かぶ荘厳な光景が広がり、近くにはこの世のものとは思えないマナサロワール湖という湖もあるんだ。このようなことからカイラス山は神が住む場所なんて言われたりもするんだぜ。とにかく神秘的な情景が浮かんでくるわ。さすが宗教の聖地と言われるだけあって、なんか神秘的な場所ね。このカイラス山が未踏峰と言われる理由はわかっているのかしら？理由は様々あるとされているが、一つはチベットが中国の自治区であり、それによって入境許可証を手に入れるのが難しいためだ。もう一つは交通手段がほぼないことだな。なるほどね。そしてさらに重要な理由があって、それは宗教上の理由なんだぜ。そういえば最初にも未踏峰の理由の中に宗教上の理由があるって言ってたけど、これは一体どういうことなのかな？このカイラス山はアジアで最も重要な巡礼航路で、様々な宗教の聖地になっていると言ったよな。そんな聖地を登頂するなんて信者からしたらありえない話なわけだ。まあ確かに考えてみればそうよね。じゃあこの山はただの山じゃなく信仰の対象にもなっているってわけか。そうだ。だからこのカイラス山を登頂するっていうのは、聖書とか仏像の上を歩くのと同じことなんだぜ。それは普通に考えてありえないことよね。当然といえば当然だと思うわ。だが実は少し前にこのカイラス山を登頂しようとした人がいて、それこそがカイラス山の状況の複雑さを象徴する出来事として今でも語り継がれているんだぜ。え、何それ？一体何があったのかな？これは2001年、スペインの登山家であるイエズス・マルチネスのバスの話なんだが、ヒマラヤの山頂で平和を広めるメッセージを計画したんだ。え、カイラス山を登ろうとしたってこと？そんなことできないはずじゃ。彼も強行突破して一か八か登ろうとしたわけでなく事前に中国政府から登頂の許可をもらっていたんだ。そのため1985年、彼は登頂を計画したものの、結局登頂前に世界中の宗教信仰者からの反対の声によってこの計画は中止されているんだぜ。中国政府がいいよって言ったなら登ろうとするのも当然よね。でもまあ国際的な反発が起きてしまったなら仕方ないと思うわ。問題なのはここからだ。登山家のノバスは世界中から反発を受けて結局、カイラス山登頂は断念したわけだが、そうなれば当然、許可を出した中国政府へも非難が集まるのは想像できるよな。まあそうね。登頂がダメなら何許可出してんのよって言われてもおかしくないと思うわ。だよな。実際、中国政府にも多くの批判が寄せられたんだが、そこで中国政府はそもそも許可を出していないと言ったんだぜ。でもさっきのノバス氏は中国政府から許可をもらったって言ってたのに、じゃあノバス氏か中国政府か、どちらかが嘘をついていることになるわよね。そうだな。仮にノバスが嘘をついていたとしたら、
中国政府から許可を得ていると表明した時点で中国政府がアクションを見せないのはおかしいわけだ。じゃあやっぱり中国政府が自分たちが非難されるのを恐れて嘘をついたとか。まあそう考えるのが妥当だが、ノバスが中国からの抗議を公表してないって可能性もあるから、真相についてはもはや闇の中ってことになるな。なんかモヤモヤする。まあでもとりあえず誰が何と言おうとこのカイラスさんを盗聴することはできないんだね。そういうことになるな。そこには盗聴計画を頓挫させるだけの何かしらの理由があったことだけは確かだぜ。ただそれが侵攻の対象であるからなのか、中国にとって何か不都合なことがあり、それを隠しているからなのかは謎だな。このような謎によってこれまで盗聴許可が出たことは一度もなく、現在に至っているんだぜ。本当に謎に包まれた山ね。でももし盗聴が禁止されている理由が宗教上の理由なら、宗教とカイラスさんにどんな関係があるのか、もう少し詳しく知りたいわ。まずカイラスさんは仏教、ヒンドゥー教、盆教、ジャイナ教の4つの宗教の聖地として知られている。宗教を一つずつ見てカイラスさんがどんな位置づけなのかを話していくぜ。ぜひお願いしたいわ。まずは仏教について教えてほしい。カイラスさんは仏教の文献においてメルさんとして知られている。そもそも仏教はチベット仏教の流れを組む宗教なんだが、このカイラスさんは須弥山と同じ認識なんだ。須弥山？須弥山とは古代インドの世界観が仏教に取り入れられたもので、世界の中心にそびえるという鉱山を指す。頂上には神の世界が存在しているなんて話もあり、人間の住む世界は須弥山の裾野に広がる世界の、さらに小さな領域というのが仏教の考え方だな。じゃあこのカイラスさんの頂上には神の世界があるとされているってわけね。それならこのカイラスさんがいかに恐れ多い場所なのかがわかるわ。聖地って言われるのも納得するよ。さらに須弥山はサンスクリット語でスメールと言うんだが、これはあのシュメールと何か関係があるのではないかという話もあるんだ。シュメールって世界最古の文明や人類とも言われる、超古代文明ってことよね。古代メソポタミアの一大文明を築いたなんて聞いたことあるわ。その通り。この文明は紀元前3500年頃誕生し、世界最古の都市国家とも言われるんだ。世界最古の都市国家って言ったらギリシアだと思ってたけど、シュメールの方が先なの？ギリシアはシュメールよりも1500年ほど後に誕生しているからシュメールの方が古くからあるぜ。この文明では世界最古の文字とも言われる楔形文字が確認されていて、また医学や天文学などの実に高度な知能を持っていた人たちがいたとされているんだぜ。こんな大昔に文字を持つ文明が存在したなんて信じられないわ。確か世界最古の神話っていうのもシュメールだったわよね。お、よく知っていたな。このシュメール神話では地球外生命体が訪れて歴史が始まるまでを現代に伝えており、現在はキリスト教など、世界中の宗教の源流とも言われているんだ。じゃあこのシュメールが今存在する宗教に何らかの関係があってもおかしくないと思うわ。そういうことだな。もし須弥山、すなわちスメールがシュメールと関係しているとしたら、神が住む世界というのは地球外生命体が降り立った地を意味している可能性もあるわけだ。マジか。地球外生命体と言われるとどうしても疑ってしまうけど、シュメールなんて超古代文明なわけだし、まあありえない話ではないのかもしれないわ。また地図記号において万字は寺院を表すのは知っていると思うが、このことからもわかるようにカイラスさんにある万字は仏教にて吉兆や繁栄を意味していると考えられている。なるほど。かなり重要なシンボルだとも考えられているってことか。カイラスさんに万字が出ているから仏教的にもありがたいという意味になったのね。いや、むしろその逆でカイラスさんの万字が元となって仏教的にありがたい象徴になったと考えられている。あ、そうなんだ。さらにカイラスさんを須弥山として周囲の山々を菩薩に見立てた曼荼羅として聖域とする見方もあるぜ。いろいろな見方があるんだね。それにしても仏教ってこんなに奥が深いと思っていなかったわ。じゃあ次にヒンドゥー教とカイラスさんの関係について教えてほしい。ヒンドゥー教においてこのカイラスさんはシバ神とその妃のパールバテが鎮座する場所、もしくはシバ神の宇宙的根源力の象徴を意味するリンガとして崇拝しているんだ。リンガって何？リンガは弾痕のことを指すぜ。いずれにしても強い力を持つ、重要な聖地と認識されているのは間違いない。なんだかものすごくインパクトのある話ね。ところでシバ神っていうのはどんな人なの？シバ神はヒンドゥー教において最高神と解釈される存在だ。だからシバ神が鎮座する場所っていうのはそれだけでかなり神聖で、かつシバ神の力そのものとみなされているんだぜ。とりあえずヒンドゥー教信者にとってめちゃくちゃ重要かつ神聖な場所ってことはわかったわ。でもどうしてこのカイラスさんがヒンドゥー教において、そこまで重要な意味を持つのかしら。それにはガンジス川が大きく関わっているんだぜ。ガンジス川？ガンジス川って川そのものが神聖な場所とされていて、
この川に入って身を清めることで罪も洗い落とせるなんて話がある場所よね。そうだ。沐浴することで罪は洗い流されて亡くなった後にその灰を流すことで輪廻から下脱できるという考えだな。ヒンドゥー教徒にとってかなり重要な場所ってことがわかると思うぜ。うんうん。実はこのガンジス川を遡っていくとカイラス山の近くにたどり着くんだ。このことから、この神聖なるガンジス川の源流にあるカイラス山にも神様がいると考えたと推測されているぜ。なるほどね。仏教とヒンドゥー教までの話を聞いたけど、カイラス山の認識の仕方は全然違うわね。じゃあ盆教とカイラス山についての関係も知りたいんだけど、そもそも盆教ってあまり聞いたことないよね。この盆教っていうのはどんな宗教なのかな？盆教は仏教導入以前にチベットで行われていた民族宗教のことで、この宗教の聖者はトンパシェンラプという、カイラス山はこのトンパシェンラプが降臨した地として信仰の対象になっているんだぜ。ちなみにカイラス山の周囲の巡礼路を仏教とは右回りに回るとされているんだが、盆教とは左回りにコルラと呼ばれる巡礼行為を行うのが特徴だ。コルラっていうのはどんなものなの？コルラはぐるりと回り歩くことを意味するチベット語で、一種の瞑想的儀式を指すぜ。そうなのね。宗教によって特徴も儀式の方法も全然違うんだなって思うわ。じゃあ最後のジャイナ教とカイラスさんの関係についても教えてほしいんだけど、このジャイナ教っていうのもあまりよく知らないから、まずはジャイナ教について簡単に教えてほしいわ。ジャイナ教はジナ、すなわち勝利者の教えという意味があり、その勝利とは煩悩に打ち勝つことで、戦場で敵に打ち勝つことよりも難しいとされているんだ。祖師はマハービーラとされていて、特にアヒンサー、不害の禁戒を厳守するなど、徹底した供養、禁欲主義をもって知られるインドの宗教だぜ。ちなみにマハービーラには偉大な勇者という意味があり、これは煩悩に打ち勝った真の勝者って意味があるな。随分と厳しそうな宗教ね。でもマハービーラが偉大な勇者っていう意味を持つのはかっこいいわ。それでこのジャイナ教とカイラスさんにはどんな関係があるのかしら？なんでもこのカイラスさんはジャイナ教において最初のティールタンからであるリシャバが下脱を遂げて、涅槃に入った場所とされているんだ。そのためジャイナ教信者にとってもやはりこの地は神聖な場所なんだぜ。ちょっとちょっと、いろいろ知らない言葉が出てきて困惑しているんだけど、ティールタンからとかリシャバっていうのは何なの？ティールタンからはジャイナ教の救済者、祖師で、リシャバはティールタンからのうちの最初の一人だぜ。祖師はマハービーラじゃないの？実はジャイナ教には今の世界において24人のティールタンカラがいるとされているんだ。マハービーラもリシャバもその24人のうちの一人で、特にリシャバはその中の最初の一人ってことになるな。なんだかめちゃくちゃわかりにくいけど、祖師という存在は一人ってわけじゃないのね。そういうことだ。ここまで話してきて、これだけの宗教で同じ場所が聖地とされていることがわかると思うが、これって普通に考えて不自然なことだと思わないか？まあそうよね。基本的に宗教別に信仰場所や聖地って変わると思うけど、しかも4つの宗教すべてが認識の仕方に若干の差はあるものの聖地としているのは不思議だわ。何か理由って考えられているのかしら？考えられる理由は2つあり、1つはこれらの宗教のルーツが同じということだ。そしてもう1つはこれらの宗教が崇めるだけの、共通した何かがこの地で起きたということだぜ。まあどっちもしっくりきそうな理由ね。カイラス山において多くの宗教が神様など人類の力を超えたものがいる場所という認識なのは一緒だと思うわ。そうだよな。そうなるとやはり地球外生命体の存在は無視できないと思うんだぜ。何らかの形で地球外生命体がこのカイラス山に関係した可能性が高いってわけだな。地球外生命体なんて本当に存在したのかも怪しいけど、確かにここまで神聖な場所ができるのは人間技じゃないと思うこともあるから難しいところね。さて、ここまで宗教とカイラス山について各宗教ごとに話をしたが、やはりこのカイラス山の最大の特徴といえるのが南斜面に存在する万事のシンボルなわけだ。確かにこんな場所に万事のシンボルがあるなんて不思議よね。この万事のシンボルはいつから存在していたのかしら？それについては様々な説があるんだが、例えばヒンドゥー教において芝神の胸のつむじが由来という話だったり、仏教ではお釈迦様の胸にあった随想が由来だという話もある。随想っていうのは何なのかな？随想はめでたいことの縁を意味している。そして仏教とヒンドゥー教において共通することもあって、それは万事の逆向きになっている逆万事も同じように吉兆などのシンボルとして認識されていることなんだぜ。逆万事なんていうのがあるんだ。まあだが仏教にはヒンドゥー教の影響が色濃く残っているから、万事の由来についてもヒンドゥー教に由来している可能性は高いけどな。そのヒンドゥー教もバラモン教の影響があるかもだし、どこが起源なのかはわかっていないんだ。そうなのね。
他に逆万字が用いられているものって何かあるのかな？例えばナチスドイツだな。ナチスドイツは逆万字をシンボルとして使用していて、これはトロイの遺跡から見つかっているためアーリア人の象徴として使用し始めたと考えられている。トロイの遺跡ってトルコ北西部にある古代遺跡のことよね。トロイ戦争とかトロイの木馬伝説でよく知られていると思うわ。そう、まさにそのトロイ戦争が関係しているとされているんだ。そもそもトロイ戦争は紀元前12世紀に勃発しているんだが、それに対してヒンドゥー教は紀元前10世紀頃に誕生していることがわかっている。じゃあ歴史的にはヒンドゥー教の誕生よりトロイ戦争の方が先ってことなのね。そういうことだ。ちなみに紀元前23世紀頃のインダス文明の遺跡から出土した遺跡には、万字と逆万字の2種類のものがあったこともわかっているぜ。万字と逆万字が一緒に発見されているのはなんだか不思議な話ね。さらにインダス川の源流はカイラス山へ繋がっているんだが、ここでもやはり万字のシンボルはカイラス山へと通じることがわかっているぜ。この万字は何かを意味しているんでしょうけど、一体どんな意味があるのかしら。ここで一つの疑問が浮かぶ。それはカイラス山の南斜面に現れているシンボルは万字なわけだけど、他の場所で見つかっているものの中には逆万字も一定数存在しているということだ。確かによく考えたら不自然な話よね。これは一体どうしてなのかな。これについては盆教とジャイナ教を深掘りすることでわかることがあってだな。なんでも古来より盆教では万字がシンボルとされていて、ジャイナ教は逆万字がシンボルとして使われてきたんだ。へえ、それぞれやっぱり万字とか逆万字が使われているんだね。でもどうして盆教とジャイナ教のシンボルに万字が使われているのかしら。それについては明確な理由は今のところわかっていないんだが、鍵になりそうなあることがわかっているから紹介しよう。何何？興味深いのはこの二つの宗教のカイラス山を中心とした巡礼路の回り方だ。あ、そういえばさっき仏教はこの巡礼路を時計回りに巡礼して、盆教は反時計回りに巡礼するって言ってたわよね。そうだ。実は盆教だけでなく、このジャイナ教も同じく反時計回りで、これこそが万字と逆万字に関係しているんじゃないかと推測されているんだぜ。なるほど。じゃあ時計回りの巡礼路を回る仏教は万字で、逆に反時計回りの巡礼路を回る盆教やジャイナ教は逆万字が取り入れられているってことか。一説によると万字は世界の中心、すなわちカイラス山とそこから流れる4つの川を意味しているというんだ。あ、4つの川が万字の周りに伸びている4方向を指すってことか。ちなみにその川はどんな川かわかっているのかな。ああ、ブラマプトラ、サトレジ、ガンジス、インダスの4つだぜ。もしそれが本当だとすれば巡礼路によって万字と逆万字に分かれていることも納得できるわよね。そうだよな。そしてもしこれが本当ならこの万字はカイラス山を上空から見た姿に思えるわけで、誰かカイラス山を上空から眺める視点を持っていた存在があったんじゃないかと言えるわけだぜ。ちょっとぶっ飛んだ思想の気もするけど、確かに万字がカイラス山とその周りの4つの川を指しているなら、上空からの姿に見えなくもないわ。でも当時に飛行機とかそんな発達したものはさすがにないわよね。じゃあどうやって上空から見るのかって話になるわよ。だからこそここで出てくるのが地球外生命体の存在ってわけだ。もしかしたらこの万字は超古代文明に地球外生命体がいた証拠になるかもしれないんだぜ。かなり衝撃的だし、ぶっ飛んだ話だとは思うけど、なぜかものすごくしっくりきてしまったわ。ここでもう一つこのカイラス山において謎めいた話を紹介させてくれ。これはロシアの考古学者チームがカイラス山付近を調査していた時の話なんだが、なんとカイラス山周辺で100以上ものピラミッド群を発見したんだぜ。ピラミッド、しかも100以上って、相当な数じゃない。このピラミッド群は一体何なのかしら。これらの高さは最大で180メートルほどで、中には階段状のものも存在していたんだ。高さ180メートルって相当大きなピラミッドよね。そうだな。またカイラス山にも南西から頂上への階段状の道を発見したと主張しているぜ。そういえばこのカイラス山を見てて思ったんだけど、この山自体なんとなくピラミッドに見えるわよね。お、いい視点だな。実は今回の発見以前からカイラス山こそが白いピラミッドとも呼ばれていたんだ。このことからその説を立証する証拠を見つけたことにもなるんだぜ。そうなのね。それでこの発見はこの後どうなったのかしら。研究チームのリーダーはこのピラミッド群をビデオや写真でも記録した。そしてこのピラミッド群の存在を発表したんだが、なぜか中国側がただの山の見間違いの一点張りでピラミッドと認めることはなかったんだ。え、なんで？そんなの中国側がおかしいんじゃないの？もちろん中国側の発表を疑問視する声も多く上がっていたぜ。なぜならこのピラミッド群の発見について信憑性を高める根拠がいくつか存在していたからな。その根拠ってやつはどんなものなのかしら？いくつかあるが、まずカイラス山が例えられる白いピラミッドというワードだ。
これは1945年にアメリカのパイロットが中国上空を飛行していた際、カイラス山を見て白いピラミッドを発見したといったことで広がったんだ。上空から見たカイラス山は宝石のように光っていて、高さは300メートルほどだったというんだぜ。高さ300メートルなんて、さっきは180メートルって言ってたからその2倍くらいあるじゃない。かなり大きいわよね。ああ、ちなみにあの有名なエジプトのギザの大ピラミッドは130メートルくらいだから、いかに大きいかはわかると思う。だよねだよね。そのパイロットさんは写真とか残していないのかな。ちゃんと撮影もしていて記録も残っているぜ。だがそれでも中国側は否定の姿勢を貫いているんだ。何それ、もはや何をしても認めてくれなさそう。ちなみに他にも何か信憑性を高めるような根拠って見つかっているのかしら。あとは1960年代にニュージーランドのパイロットが中国国内を飛行していた際、白いピラミッドを発見したと語っている。お、こっちにも白いピラミッドを見つけた人がいたわね。じゃあもうこれは間違いなく存在しているで確定じゃない。いや、だが実はその周囲は封鎖されていたようで、旅行者はもちろん現地の人も立ち入りができず、近づくことすらできなくなっていたというんだ。なんで、何か意図的にこの存在を隠して否定しているように感じるわ。まるで世の中に出せない事情があるようにも思えてくるんだけど。ああ、このようなことから中国は白いピラミッドの存在を隠蔽しているのではないかとも指摘されている。やっぱりそう思っちゃうわよね。でもなんでわざわざ隠蔽しないといけないのかしら。それはやはりカイラス山に何か秘密があるのかもしれない。聞けば聞くほど謎が深まっていく気がしてきたわね。ちなみにカイラス山周辺のピラミッドに関してだが、これは仏教における須弥山と曼荼羅を連想させると言われているんだ。どういうこと？最初にカイラス山を指す須弥山を中心とし、周囲の山を菩薩に見立てて曼荼羅とみなすと話したよな。この菩薩に見立てられたのがピラミッドなのではないかってわけだぜ。あ、なるほどね。まあ確かにそう言われればなんとなく話がつながる気がしてきたわ。中国が白いピラミッドの存在を隠したりするのも納得するし、そうなればカイラス山の登頂を禁止する理由ってのもまた事情が変わってきそうね。そういうことだ。もしかしたらカイラス山や白いピラミッドは何かしらの地球外生命体の存在が絡んでいるのかもしれないな。まあだが今のところわかっていることなんてほとんどないも同然だ。実際、カイラス山の頂上に登り詰めた登山者はまだ一人もいないわけだしな。そうよね。未踏峰って言われるくらいだし人が足を踏み入れない場所には謎が多く残っているわ。そういえばさっき2001年に登頂計画が中止された話は聞いたけど、他にこのカイラス山を登ろうとした人はいなかったのかな。もちろんいたぜ。例えば1926年、登山家のヒューラットレッジは北側からの登頂を計画したものの、全く登ることができないとの結論に達し、結局登ることはなかったんだ。じゃあやっぱり結局登頂できた人はいないってことよね。山なら登れると思うんだけど、なんとも不思議な話だわ。これについて巡礼者によれば完全に罪のない人だけが、カイラス山に登ることができるという言い伝えがあるみたいなんだ。そんなことありえるの？まあでも謎に包まれているってことはそれだけ可能性も隠されているってことよね。この不思議が解き明かされるといいなって思うわ。そうだな。今後の研究や調査によって新しい情報が得られるのを楽しみにしていよう。ということで今回は人類未踏峰の山に隠された正体不明の白いピラミッドについて話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？世の中にはこんなに不思議な場所があるなんて全然知らなかったからびっくりしたよ。それにしても様々な宗教が関わっていたり、地球外生命体が関わってるかもしれないなんて、やっぱり謎はかなり深そうだと思ったわ。今後どんな調査が進められるのか楽しみね。そうだな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。